平成16年生まれのサラセット、頂点を目指す戦いは8470分の18校まで絞られています。晴れの舞台、興奮の緑へようこそ。京都からの最終便に賞金を積み上げて、ダービー4勝ジョッキーも乗り込んだカッサータソルテ武豊。夏の新潟2歳プリンス、骨折乗り越えターフの奇跡をゴールドワークに勝浦雅紀。4番です。5戦3勝関東の秘密兵器、重賞初登場です。ゴールデンダリア柴田義富。勝ち切れなくても全体率10割、無欲の内パスが怖くて当選マーチ、大井所属内田博之。中京での新馬戦以来となるマイルを超える大冒険、マイネルホーフ川田優雅。チャンピオンディスタンス 2400m に手応えあり、フィリステール藤田真嗣。そして9番に参ります。有力馬よ覚悟はいいか、手の内隠して青葉しげれる、キラボクロイヤル武幸四郎。連行でカットした指定オープンの枠、足毛のキャリアホース、プラテアード、北村博士。グレードの実力は、雪辱を誓う左回りのバージンロードへ、名村マーク、藤岡祐介。春の G1、嵐の予感はこの馬の激走から始まった。サンテッペリン、松岡雅美。この地上で届かないゴールへの思い、東の空に祈りを込めて、ローレル・ゲレイド、池添健一。父タキオンはかなわず、母ハイジが挑んだ舞台、走れアドマイヤオーラ、岩田康成。さあ、そして何度も確かめ、そして勝ち上がってきた最後の坂へ、堂々の一番人気で向かう北一鳳凰、安藤克実。デビュー2連勝を飾った東京が王の中の王を選ぶ、当たったキングス福永祐一。自らの名前を歌い上げたラッキーナンバーセブンティーン、2冠のステージに立つビクトリー。 G1 なんか怖くない田中勝春。外国サンバ、大津制覇の勢いを得て、大外枠の万有引力、フライングアップル横山典弘。そして3番です。支えるべきは11年ぶり乙女の挑戦、酔いしれるは64年ぶりの夢、ウォッカ新広文。一番最後に8番を紹介しましょう。2歳王者の名誉にかけて、宙の直線遥かなるドリームジャーニー、海老名正義。以上の18頭です。さて、では